有名になりますね。僕はもう3店舗行って香川県のラーメン屋さんで教えてもらって、まあうどんみたいなラーメンっていうか煮干しそばは、うん、あっさりしてて美味しくて、なんかやっぱりなんかまだ食べたくなる味なんですよ。私煮干しラーメン食べれなかったのがここでは初めて食べれて、だいぶ通ってます。まず炙り2枚ください。麺はあの 中力粉と強力粉を合わせてちょっとずつです。麺はあの 中力粉と強力粉を合わせてちょっともちもち感を出せる麺を富士メンズ工房さんに作っていただいております。ですか、もう結構こちらのお店っていうのは長いんですか？もうちょうど4年になりますね。うん、僕はもう3店舗行って、で最後香川県のラーメン屋さんで教えてもらって、でここをオープンしました。うん、っていううどん店じゃないですか、やっぱり。うどん、まあうどんみたいなラーメンっていうか、煮干しそばは。うん、まあそれをうどんをラーメンにしたような感じでやってます。
待たせしました。残り干しの煮干しと椎茸の刺しですか。じゃあもう1日ぐらい寝かすんで、これ煮干しです。あ、煮干し。さっき干したやつがこれになる。豚、鶏、煮干しです。何時ぐらいからその準備みたいなの。朝はもうあの1時間前は入るようにします。仕込みの大差で違うんですけど、4時に入ったり4時半に入ったり、仕込みの加減で中は時間キャラ出したり。なるほど。はい、濃厚煮干しそば。はい、あ、こっちか。明太釜まで、バター釜。はい、波波波トークじゃなくて波です。はい、はい、濃厚保存明太で、細麺がいます。デフの方をできます。ごくどうぞ。ありがとうございます。いただきます。ちょっと写真からいただきます。すごいね。うわ、めっちゃうまいよ。もういい、一気に入れて、もう混ぜて、
あとはそのまま豪快に麺をするべしって書いてある。わ、すごい。すごい。贅沢大好きなんですよ。わわわわ、結構これ豪快。これね、すごいいい香り。どんな味がするんだろう。うまい。すげえ。じゃあ3枚でいいですか。いや、6枚ください。6枚で。どこまで行くの？いらっオリジナルが33万円だそうです。
の特急団が発案したもので、今あのエンジェルス以外でも言われてますね、はい、あの各球団ホームランを打った選手になんか金メダルやったり、はい、ブレーザーに来てたり、いろんなフォーマーションがありますね。今年の平打ち面です。熱くなっておりますので行かせてください。先輩菊池雄星投手から今シーズン3号となるホームランを打った大谷選手、この後注目のポイントを秋さんと井上さんに解説していただきます。で、明太子の味も良かったし、多分ソースちょっとしかなかったけど、タレがすごい絡まってて、ラーメンって感じが全くなかったです。私煮干しラーメン食べれなかったのがここでは初めて食べれて、だいぶ通ってます。濃厚煮干しラーメンいただくんですよね。で、結構あっさりしてるかなって僕なりには思ってて、やっぱりなんかまだ食べたくなる味なんですよ。あっさりしてて美味しくて、なんかスープまで全部飲み干しちゃうぐらいの感じなんで、ぜひまだの方は挑戦してみてほしいなって思います。これからどんなお店にしたいとかありますか？さらにこれからもうみんなに好かれるお店にしたいですね。従業員もお客様も幸せになれるお店を作ります。ありがとうございました。6時から8時までと 8時から10時までが一緒になります。あ、混ぜそばが6時から提供できる。なんか消えてしまうメニューとかあったりする？そのつけ麺やめます。あ、つけ麺やめるんですか？つけ麺の代わりにちょっと今煮干しの、まあ、冷やラーメンみたいな。冷やラーメン、まあまあ夏、これから夏でいいかもしれない。それはもうちょっとこっちに携帯が出ちゃうなと。そういうことね、はい、ちょっとそれをチェンジしてます。ほう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 、なるほど、はい、だからもう6時からこの混ぜそば、はい、ここに混ぜそばがなくなってなくなって、ここの混ぜそばが来ると。はい、ほうほうほう。でつけ麺はなくなる。夏はやる。夏はやる。そういうこと。そうか、やっぱり朝はあっさりを求めてくる人が多いです。そうですね、あっさりしても食べれる、うん、ラーメン。なるほど、はい、もう一個聞きたい。あのコラク の、はい、この名前をつけたこの意味っていう。あ、これはねもう、うん、書いて死ぬことと心から楽しく。おお。帰れるときにそう思っていただけるようにみたいな。おお、なるほど。お腹も胸もいっぱい。はいはいはい、はい。なるほどなるほど。はい、はい、私も質問があります。はい、あの4月13日、はい、私のお父さんと同じ誕生日なんですね、コラクは。あ、そうなんですか。そう、私のお父さん4月13日を。4周年。4周年。おめでとうございます。おお。4周年。すごい。イベントありますよね。はい、はい、全ラーメン390円でさせていただきます。それもサンキューってことですか？サンキューで全ラーメンサンキューで390円ですか？え、うん、大盛りも4月13日に限定。じゃあもうすぐって言いますよね。そう、もうすぐだ。いやこれちょっとやばいですね。早く動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。